6月13日茨城県神栖海浜球場、この日茨城アストロプラネッツと栃木ゴールデンブレーブスの公式戦が行われました。監督おはようございます。おはよう。おはよう監督。今日神栖で。神栖、はい、いかがですか。お、海近くじゃないですか。海近く。うわ、海の雰囲気感じます。すごくいい感じ。あったかい。あった自分の国と一緒。ベネズエラ。ああ、そうなんですね。知ってる。俺行ったことないです。行ったことない、はい、いや連れて行くわコロナ落ちしたら連れて行く、はい、ベネズエラに。よかった、嬉しい。よし、うん、今日がもう勝ちましょう。今日、うん、皆さん応援ください。お願いします。はい、頑張ります。バモスバモスバモスプラネッツ。おはようございます。おはようございます。 How are you? How are you?Yeah, today, Sunday, game time, Astros win today. Today. お願いします。Today, let's go Planet. Win. カブレラさん、ビッグホームラン。ビッグホームラン、お願いします。カブレラさん、バーン。バーン。お願いします。はい、お願いします。Go Planet. こんにちは。神栖さんなんか地元みたいなもんですよね、ほぼ。まあ、まあそうですね。はい。まあ出る機会あったらね。はい、頑張ります。大体いたつっつったら打ってくださいよ。はい、頑張ります。調子は？今日バッティング調子良かったんで。おお。はい。ちょっと期待してもらって大丈夫です。アルバレスさん。おお。モーニングモーニング。Good morning。Win today。Win today。Win today。Yeah。El caballo。El caballo César。César caballo。César。Mbappé。Mbappé。Mbappé。Go Go Planet。Go Go Planet。Okay。ちょっとビジターでホームランバットってさ、ホームで打ってくんないどうするの。ホームででもしょうがないです、それは。ああ、はい、ホームでね、やっぱファンの前で打ってくださいね。そうですね、で今年結構ホームランちょっとずつ出てるんで、うん、また打つように頑張ります。一発やっていいですか。いいですよ、お願いしますよ。ゴゴプラネッツイチ、こんにちは、お疲れ様です。じゃあ今日先発ですけど、はい、はい、勝ちたいですね、はい、素直に勝ちたい。はい、まあ、最近チーム自体もまあ勝ちが遠のいているので、うん、まあ、できれば今日ホーム戦で勝って次にいい形でつなげれたらなと思います。はい、市毛投手のコンディションはどうなんですか。はい、あ、大丈夫です。どんどん調子も上がっていると思いますので、もっと上げていって、で、打者陣にもいい流れを持っていって、たくさん点を取ってもらって、僕が頑張って抑えて勝てるように、はい、頑張ります。でも今日キャッチャーじゃないよ。え、キャッチャーじゃないよ。そう聞いた。だからそれ相手みんなにスタメン分かんないって言ってますけど、サードって5年ぶりっす。実際5年ぶりっす、うん、でもやったことないわけじゃないんで、うん、あれですけど、実際5年ぶりっす。結構緊張してます。僕防具つけてない時って打席立ってるからランナーいる時だけっすよ。三塁から声出してくださいね。頑張りますよ、うん、いや、あの、お笑いわけで期待しといてください。頑張ってください。頑張ります。はい。はい、お願いします。今日は神栖市&大洗町デイ。神栖市大洗町に在住在勤在宅の方を無料でご招待させていただきました。先着500名の方には神栖市産のピーマン1袋をプレゼント。今日ご入場いただいた方にこちらのピーマン1袋をプレゼントします。さんのピーマンは甘くて美味しいピーマンですので、ぜひ召し上がってください。 Go Go Planet。 Go Go Planet。 いいですね。ありがとうございます。はい、お願いします。オープニングは学童野球スピードキング選手権。始球式の座をかけてみんな頑張っていました。神栖市イメージキャラクター神栖ココくんも応援に駆けつけてくれました。野球の力は必ずコーナーに打ち勝つことができます。みんなで皆さん頑張りましょう。今日は応援よろしくお願いします。茨城アストロプラネッツ対栃木ゴールデンブレーブス、プレイボールです。こちらが茨城のスターティングメンバー。
茨城の先発は市毛。3回まで無失点に抑える上々の立ち上がり。3回の裏、茨城の攻撃。上田が三遊間を抜けるレフト前ヒットで出塁。続くアルバレスがフォアボールを選び、一、二塁のチャンス。ここで4番カブレラ。右中間に鋭い当たりを放ち、上田がホームイン。アルバレスも一塁から激走を見せてホームイン。2点を先制します。そして5番山中、センター前ヒットでチャンスを広げると、このチャンスに6番滝上、高めの球をセンターへ弾き返し、さらに1点追加、この回3点。1点を失い4回茨城の攻撃。ワンアウトから9番の安田、右中間を破るスリーベースヒット。そしてトップに帰って大橋、相手のフィルダースチョイスのミスを誘い、4対1。この試合茨城は打線がつながります。6回2アウトから大橋2塁盗塁成功。そしてここまで2安打の2番上田、うまく合わせた当たりはセンター前へ、5対1。7回栃木の攻撃、ワンアウト1、3塁。この回途中から登板の坂田投手がライトへタイムリーを打たれ、1点返されると、1、2塁のピンチは続き矢作投手に交代。しかし三遊間を抜かれ、さらに1失点。ここで大村投手にスイッチ。大村期待に応えセカンドゴロに打ち取りました。8回からはバルガス投手がマウンドへ。ランナーを出すも無失点。その裏茨城の攻撃、ワンアウトで満塁、追加点のチャンス。ここで今日当たっている2番上田、バッテリーミスで1点追加。さらにまたもやバッテリーミス、1点追加。9回栃木の攻撃、最後のバッターガイアフライに打ち取り、ゲームセット。7対3、茨城アストロプラネッツ快勝です。MVP はこの2人。ファンクラブ限定のヒーローサイン会も行われました。アストロスグリーン、グッドデー、アッソン、ラモンさん、ナイスバッティング、ありがとう、すごい。一撃投手です、お疲れ様でした。どうした、今日振り返っていかがでしたか。そうですね、まあ、率直に勝てて本当に嬉しいですすごい球速く見えました。本当ですか、はい、やっぱり今日調子そんないい方ではなかったんですけど、うん、まあ、ラモンの方が、うまく引き出してくれて、でそこで、まあ、抑えられたっていう部分が大きかったですね。なんかうまく緩急使ってるなっていうのは、そう、素人目でなんか、はい、タイミングずらしてるなっていうのは感じましたけども、はい、そうですね、今日もまあ今までのない配球の中でラモンの方がサイン出してくれて、そこをまあ信じて投げれた部分がまあ大きかったのかなと思います、うん、はい。
このピッチングを続けていれば、勝ちも増えていくと思うので、継続して頑張りたいと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございます。今日ですか。今日は、うんうん、チャンスでヒット、うん、タイムリーが出たんで、うん、そこは良かったんですけど、うん、やっぱ1本だけだったんで、うん、やっぱ打ちたかったですね。2本3本毎日頑張ります。期待します。はい。また次頑張ってください。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。また。試合後の球場内では地元の学童野球チームへの野球教室が行われました。頑張って頑張ってホームラン打って楽しい よかったね。楽しい楽しいです打ちたいホームラン打ちたい打ちたいです楽しい楽しいですよかったホームラン打ちたい頑張ってね、うん、楽しい、はい、よかったね。これで11勝13敗4引き分け。さあここからだ、ゴーゴープラネッツ。もう一度じっくり見たい方は oen.tv でチェック。この試合は茨城アストロプラネッツの公式 YouTube チャンネルでもご覧になれます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。この番組はご覧の提供でお送りいたしました。